一体何が起きたんだ世界同時金融危機の入り口こんにちは米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナンス一本リーマンです本日の動画はドイツ経済の崩壊が世界中に伝播し始めている様子を定量的に解説していきますヨーロッパ全土に伝播しているではなく世界中に伝播していると申し上げましたアジアもそして何よりもアメリカにもですだから現在ドイツに注目が集まり至るところでこれが世界経済崩壊の兆候として 本日の物語の入り口は自動車製造の影響によりドイツの工業生産減少という先日発行された記事から始まります。これは非常に重要な記事ですがそれでも物語の主役ではありません。なぜならこのドイツ経済はヨーロッパ最大の原動力ではありますがここが製造業としての生産量が減少しリセッションに向かっているとしてもこれはドイツだけの問題ではないからです。世界中ででで起きているんです。生産量は6月2.4% 少予測をはるかに下回った統計局によると自動車部門がこの減少をけん引したがほとんどの部門で減少したここで言っているのはアウディやベンツ BMW など世界の名だたる高級自動車メーカーが一律に陥落する中自動車だけではなく世界に輸出している全セクターに売り上げ利益ともに減少しているということですそしてこれは全ての近代国家がリセッションに陥るということですドイツ経済は第2四半期に0.1%縮小し長年の 経済停滞かからよううやく脱却できるという期待は見事に打ち砕かれたつまりまだまだ経済の停滞は続いていくということでこれがインフレが起きている米国でもすぐに起きることになりますインフレはいつも起きますがこれが毎回瞬間的にしか起きず重要なことはこのインフレの後は需要の崩壊つまりデフレが続くということですそしてこれが失業率の急上昇につながっていくんですフォルクスワーゲンが国内市場で前例のない工場閉鎖を検討していることも先行き不安に拍車を かけている木曜日ドイツ IFO 研究所は今年と来年の経済成長率の予測を大幅に下方修正した2024年の成長率は従来の0.4%から0に2025年は従来の1.5%からわずか0.9%に落ち込むと予想している IFO というドイツ経済を研究するところは経済成長率は0%にまで低迷すると言っていますが私個人は成長率0%で終わればまだ運が良かった場合ですななぜならもう 至る所で決して小さくはない企業がどんどんと破産申請をしているからです次の物語はビッグロット店舗売却計画で破産申請準備という昨日発行されたばかりの記事に移っていきますドイツでは世界最大の自動車会社であるフォルクスワーゲンが工場を閉鎖することを発表している中米国ではこのように米国最大のディスカウントショップの一つであるビッグロットが破産申請を準備しているというのですドイツも米国も違う国なんだから一緒にするのは良くないと思うかもしれませんが これら2カ国で起きていることの根本的原因は全く同じなんです。それは需要の崩壊です。これは非常に致命的でなぜならこの需要の崩壊がトリガーとなって失業者数が急増しそしてさらに需要が減少するというスパイラルに入るからです。そして特に約1400店舗を展開し3万人以上の従業員を抱えるビッグロットはインフレ上昇で節約志向の買い物客の財布が圧迫された最近の四半期を含め何年も売り上げの減少に悩ます。 されてきた株価はは年ににドドルルでで最高値をつけたた。後、後現在はドル前後にまで急落したいいですか、倒産間際といえども、1400店舗を構える大型チェーン店の株価がたった3年で99.3%も急落しているんです。つまりビッグロットのようなディスカウント店で買い物をするような消費者は、現在職場で十分な賃金をもらえていない、もしくはもうすでにリストラされて食さえないという状況なんです。こういういサブプライムを中心とした人 人たちでででさえももディスカウント店でも買いいい物をすするる余裕がなくなくっているととうことですそしてこれはインフレだけが問題ではなく物価上昇率に賃金上昇率がついていけていないことが根本的な原因なんですディスカウントショップでさえも物が売れずそして店舗を閉鎖していくということでここで働いている人もすぐに失業者数にカウントされていくんですそうなれば消費者の購買力は著しく落ちていきさらに企業の売上が落ち失業者がさらに増えて米国経済にバイ 倍ででかかってくるんです何度も言いますがこれがドイツではもうすでに起きていてこれからアメリカでも起きていきますし世界中で起きていくんですドイツでももう起きていてとは申し上げましたがドイツではこれがさらに加速していくんです次の物語はフォルクスワーゲンコスト削減のため初のドイツ工場閉鎖を検討という先日発行された記事に移っていきます今起きている工場閉鎖や店舗閉鎖は明確に我々が世界中で目の当たりにする事象の初期段階なんですフォルクスワーゲンはまた 工場の生産能力を満たす鍵となる2026年生産開始の小型電気 SUV モデルの生産についても疑問視していると老子協議会は述べた現在計画されているトリニティモデルも遅れる可能性があるこんな小型電気自動車なんてどうでもいいんですそれどころではないんですこれナショックの時を思い出してくださいあの時何が起きたのか全世界の国家を閉鎖したんです文字通り閉鎖で工場や店舗の閉鎖だけではなく学校も病院も必要最低限の機能だけ残り ししてて基本的に全てを閉鎖しそれだけではなく空港も閉鎖してちゃんと国家を閉鎖したんです世界経済が完全にシャットダウンされたんですそれでも国民が支払い不能にならないように大量の給付金をばらまきました莫大な額の借金をして莫大なマネーをまくこれを世界中で実行したんですこれによって市場類を見ないほどの需要の換気が起き人々はどんどんばらまかれたマネーを消費し工場では新規受注が雨のように降り注ぎ受注山が山のように に積み上がっていったんですみんなが消費中毒になるぐらい麻薬をどんどん摂取していったんです問題は薬をやった時は気持ちよくなりますがそれが終わったらどうなってしまうのかということですそれが今なんです最も気持ちよかった薬は使い果たしてつまり需要はもう完全に干からべている状態で多くの食がそれと同時に吸い取られてしまうんですこれがドイツで起きていることであり世界中でこれから起きることなんですフォルクスワーゲンは昨年総生産能力1400万 台に対しして約900万ののの車両を生産したここれこそが世界経済の問題縮図な,なぜならコロナショックの時我々は世界経済そのものをシャットダウンしましたがそれで終わりませんでした政府が大量の借金を実行しその大量のマネーを世界中でばらまきました人類史上ここまでの額をばらまいたことは一度もなかったくらい限界を突破してばらまいたんですこれにより新規受注も受注残も雇用も爆発的に伸びましたこれによりコロナショックでリストラされた人々は一気に にに職場に戻ることとなったんですしかしながら問題はこれら給付金という名のばらまきを含む刺激策なしでは経済はここまでの好景気を成し遂げることはできなかったんです。ここまでの需要は自然発生的に起きたものではなく人工的に作られたものなんです。物事というのはいくら瞬間的に作り上げられたとしても最終的に元に戻る性質があります。今回も工場閉鎖だけで済むと思っているんであればそれは大きな間違いです。世界中で企業単位での閉鎖が相次ぐことになるんです。これに より数数百万人数千万人人千の失業者が発生することになりますこの計画は工業企業が投資を抑制しているドイツで経済不況を悪化させる恐れがある。この投資を抑制するというのは非常に危険な状況で。なぜなら、フォルクスワーゲンは設備能力限界からは非常に遠くかけ離れていて、投資なんてしている場合じゃないです。投資というのは設備限界に達するもしくは達しそうな企業が設備限界を上げるために実施するもので、フォルクスワーゲンだけではなく、ドイツ国の 国内全体で投資ななんんてしてしいいる場合ではないんではすですので企業が投資をしていないということは借金がどんどん消滅しているということで借金誘導型の金融システムのもとではこれは借金とともに食も消滅していくつまり失業率が急上昇していくことになるんですそしてこれはドイツ国内だけではなくヨーロッパ全土だけでもなく世界中に伝播していくことになるんですフォルクスワーーゲンのの時価総額は昨年の営業利益が226ユーロと引き続き続 上げてていいるるににもかかわらず約510 565ユーロドドルルでは億ドルに下落しているこれは世界中で起きていてまさに米国でも現在発表されている決算の中でも起きているんです企業はまだ売り上げを上げていますが今のインフレを忘れてはいけません大多数の企業が支出を切り詰めて人件費でさえも労働時間を縮小していて先ほどのビッグロッツのように店舗閉鎖が加速し最終的には店舗だけではなく企業自体も閉鎖するという事態に陥るんですそしてこれら 行き場を失ったた労働者たちはもうそう簡単に職場に復帰することはできなくなり延々と失業率が高止まりすることになるんですこれこそが全世界同時リセッションの兆候であり我々はその初期段階にいるんですこのチャートをご覧くださいこれは米国の製造業の状態を表していますが PMI は5ヶ月連続で50を下回りつまり5ヶ月連続で悪化し続け8月は47.2となり新規受注も5ヶ月連続で50を下回って44.6で生産量も3ヶ月連続で 連続で50を切って44.8そして雇用に関しても3ヶ月連続で悪化して46となっています一方で価格は54と物価だけは8ヶ月連続で上昇し続け受注残なんて50を下回るだけではなく45を下回るディプレッションの状態がなんと23ヶ月も続いているんですこれは何を意味しているのかというと今フォルクスワーゲンの工場閉鎖の話をしてきましたがこれと同じことが米国でも起きるということです物価だけが上 上昇している中で新規受注もなく受注残もない状態で工場を多数稼働している大企業は工場を稼働している場合じゃなくなってくるんです大手の製造業は複数の工場の稼働停止をして中小企業は工場どころか企業自体が稼働停止つまり破産することになるんですいいですかこれは私の意見ではなくデータが物語っているんですこれは米国市場最大の危機なんですなぜなら製造業がこうなってしまえばサービスセクターも追従していくからですつまり米国は今後ドイツのア 後を追って巨大なリセッションに入っていくということです第三四半期の初めに経済危機が起きているのはドイツだけではない金曜日に発表されたフランスの工業生産統計も0.5%減少し経済学者が予想した0.3%減少よりも悪化していた自動車部門の生産の急減少もここでも大きな要因となった何度も言いますが今起きている事態はドイツだけの話ではなくフランスでも起きていて米国でも起き始めているんですこれこそ世界同時リセッション の前に起きることなんです。製造業の生産が落ち新規受注も受注残もなくなり失業率が上昇し始める国が1カ国ではなく複数現れ始めそれが2カ国3カ国とどんどん増え始めていくんですそしてそれは数十カ国に広がり全世界に相互に悪影響を及ぼし始めもう事態を収拾することは誰にもできませんこのチャートをご覧くださいこれは米国の工業生産量のチャートですが本来物価上昇している国というのはこの波形は黒線より上に 位置していないといけないななとけんです物価が上昇しているということは前年同月比にて本来は需要と供給の関係で需要が上回っているつまり商品が売れている状況にないといけないにもかかわらず現在はなんとマイナス0.2%にまで低下してしまっているんです重要なことはこれは前年同月比のデータで去年でさえももうすでにゼロないしマイナスで推移していたんですその悪悪化化ししてていいいた去年年からら今ははさらに悪化しているととうことは工業生産が何か ととてててつもないいい方向にどんどんん落ちていることを示していますが言うまでもなく生産量が落ちれば従業員を雇用している場合ではありませんつまり米国でもこの失業率上昇は起きていくんです製造業の回復はドイツ経済の再生の鍵となるがこれまでのところ回復の兆しは一切見られず問題は一時的なものではなく構造的なものだとして懸念が高まっているここではドイツ経済は製造業にかかっていると言っていますがそれはドイツだけではありませんフランス イイタリアもスイスももももスス中国も米国米どこもそうなんですまず、規模の大きい製造業が回復しないと、一国の経済は回復できないんです。どうやってこれを実現するか簡単です。消費者に外出してもらって、外で消費してもらうんです。問題はこの消費者の懐にマネーがもう存在していないということなんです。今のこの物価高で、マネーを消費し尽くしてしまったんです。だから、今後、さらに物価高が続いている状況で、物価上昇率は下がっていく、つまり需要が消滅していくフェーズ に入っていくんですこれこそが完全なる経済危機のプロセスなんです。だから世界中で至るところで利下げが始まっている中で最後の砦だった FRB でさえも今月末に利下げを実行してくるんです。断言しておきますが2週間後の FOMC では確実に利下げが行われます。ただ問題はこの利下げが何かハリー・ポッターの魔法のように全ての問題を解決してくれるとみんなが思い込んでいることです。これでやっと問題が解決される。これまで失業率が上昇し始めていたけど やっとこれがすべて解決されてこれからはお花畑でピクニックしながらみんなで談笑しようねウフ,フフフフと買いあおりをしている人たちは言っているんです言っておきますが25ベーシスポイントや50ベーシスポイントくらいで問題が消えるんであればこのチャンネルも消えてなくなりましょう今起きている問題はそんなどころの騒ぎではないんです次の物語はドイツの工場受注が2ヶ月連続で予想外に増加という先日発行された記事に移っていきます下落トレンドの中で反発する時が実は歴 史上最もも昇すすするる時ででああことがありまそそそしてそれは今回もそうなんですドイツ統計局は木曜日の声明でこの上昇は大規模な受注によるものでそれがなければ指数は0.4%低下していただろうと述べた欧州最大の経済大国の工業部門は停滞状態に陥っており S&P グローバルのビジネス調査では2022年半ばに始まっていた景気後退が8月まで続いていることが今週確認された2022年の半ばから丸2年 今の今に至るまでひたすら景気後退状態になっていたと聞いて多くの人が何でこんなことになってしまったんだどうして欧州をけん引してきた経済大国がここまで崩壊してしまったんだとパニックになっていますが答えは簡単です経済規模が大きければ大きいほど借金額も膨大な額になっているということで消費者の需要がちょっとでも消えればそれら借金は成長の原動力ではなく単なる重荷になるからですそして世界経済の中で主要プレイヤーがこうして 景気低迷に陥ればこれは世界全体の景気低迷ににつながってていくんでででですすそしここここれは瞬間的に起きることと米国でも同じことですこのチャートをご覧ください。これは米国の耐久財の新規受注の前月比で8月は大きな受注があるように見えます。これを見てやっぱり経済は力強いんだと思っている方は数字をただの数としか見ていない証拠です。この上昇は単なるボーイングによる航空機受注の効果でこれがなければ大幅なマイナスだったことに来月になって初めて気づく ことになります海外需要の低迷が脆弱さの主な原因だが中国に対する競争力の低下も懸念されている中国の製造業は国内でエネルギーコストの高騰高金利人員不足に直面しているドイツ企業にとってさらなる問題を引き起こしているドイツにとって中国が新たな問題になっていますが同時に中国の製造業も大きな問題を抱えていますドイツと中国の違いは世界経済が崩壊して需要がなくなっても国内の莫大な人 人口の需要に期待して金利を低下させているかどうかだけの違いで問題の根幹である需要が急激に消滅しているという点においてはみんな抱えている問題は同じなんですそしてこれは今後ドイツ中国だけではなく多くの国々にて同じ問題が蔓延することになるんです直近のドイツ経済はサービス業によって何とか支えられてきたが第二四半期の予想外の縮小を受けて今期予測も下方修正されているキール世界経済研究所は今週 GDP が2023 0.3%年に減少したことととが確定ししし今年はは0.1%減少すすると発表した状況は刻一刻と悪化ててきていますこの潮目を変えられるものはもう何も残っていないんです。賃金上昇率を見てみてください。どんどん減少してきていますが、それでもまだプラスだと政治家たちは喜んで叫んでいます。重要なことは、このプラスが毎日のように急落していることと、それがマイナスになった時何が起きるのかということです。そしてもうその 兆候は見え始めています次の物語は ECB の賃金上昇の主要指標。利下げ前に減速という先日発行された記事に移っていきます。問題は、製造業のの現場レベルででは今何が起きてていいいるかか全く分かっていないんです賃金上昇率は下がっているけど、まだ物価上昇率を上回っているし、新規受注も受注残も減少しているけど、まだまだ我々は雇用されているんだから大丈夫なはずだ。問題は雇用されている人の話ではなく、リストラされている人の問題。 なんです彼らは賃金上昇率なんて問題はそもそも知らないんですだって賃金上昇率は仕事をもらっている人の運がいい人のデータだけを見ているんですからブルームバーグエコノミクスが金曜日に発表したユーロスタッドのデータによると従業員1人当たりの賃金上昇率は第2四半期に4.3%上昇したが今年最初の3ヶ月の4.8%から低下した ECB の予測は5.1%と予測していたどんどん悪化していっているんですそしてこれは は今後もまだまだ悪化していきます理由はシンプルに一つだけですこれまで働いていた従業員がどんどんと失業者側に回っておりそれと同時に労働者側にいる従業員の賃金はまだ上昇していて楽観視されていますがその前年同月比の上昇率はどんどん下落しているからですこのチャートをご覧くださいこれは米国のチャートで青が失業率で左軸で赤は労働者の平均時給で前年同月比を右軸で表しています一目でわかると思いますが赤の平均時給が下落 きくししてていいと青の失業率も上昇していきある程度それが続くとグレーの領域が示すリセッションが必ず起きていますこれは借金誘導型の金融システムにおいて必ず起きる現象であり青上昇と赤減少は危険シグナルの一つなんです重要なことは現在もうすでに青上昇と赤減少は始まっておりこの危険シグナルが明確に点灯しているんですまだ青上昇スピードはゆっくり進んでいるので経済崩壊の度合いは明確に見れませんがこの青上昇と赤 赤現象が発生すればもう逃げる術はないんです。完全にリセットされるまでは、欧州当局はユーロ圏の物価圧力の実態を把握するため企業利益と労働者の生産性にも注目している。労働者の生産性は第二四半期も低下を続けており、政策担当者らはこれを懸念事項としてますます注目している。確かにこの生産性は重要なパラメーターの一つです。ただこの記事で間違っているのは生産性が落ちていることが問題ではなく生産性 がが落ちているるところから急激に上昇するその転換点が重要なんですなぜならこの時こそ職場や工場現場にどんどんリストラが起き少ない人員で一つのプロジェクトを担当したり何らかの業務を遂行しないといけなくなる瞬間だからですこの瞬間こそ物価上昇率が急落してくるタイミングなんですなぜならこの時こそ失業率が急上昇するタイミングで職を失った人々はこれまでしていた消費の速度を維持できなくなり需要がなくなる 物価上昇率自体が下落してくるからですそして同時に経営者目線でも少ない人員で会社は存続することが分かれば売り上げ利益率が落ちている中でこの高い生産性を維持するために採用を最低限に限定することで失業率は高いままをキープするんですそして経営者はリストラした後で残ったメンバーには少しだけ賃金を上乗せしてつまり賃金上昇率を上げていくんですこのフェーズになると賃金上昇率は高値をキープしたまま 失業率はどんどんんんと上昇していくんですこのチャートをご覧くださいこれは米国のチャートで労働市場に参加する全労働者1人当たりの労働コストで赤は物価上昇率 CPI をどちらも左軸にて前年同月比にて表しています青線は全労働者に対して1人当たりでいくらもらっているのかを表していますのでこれはつまりリストラされて失業者が増えてくると1人当たりの労働コストは減少してくることになりますそして現在青の労働コストがほぼ0にまで低下しておりこれは 物価上昇率つまり需要を減少させるる圧力が働いているといてととうことですなぜならさらに多くの労働者はリストラされ始めているからで大体いいこれが減少してくる時というのは過去グレーの領域が示すリセッションが起きていることがわかりますこれは需要が減少しているからで企業の売り上げはこのタイミングで一気に吹き飛ぶことになるんですでは反対に職場に残った人はどうなっているのかというと逆に少ない人数でこれまで大勢でこなしてきた仕事をしないといけなくなるので生産性は上がっていくんです ですこのチャートをご覧ください。これは青が非農業部門の生産性で左軸、赤は CPI を右軸でどちらも前年同月比にて表しています。言うまでもなく青線が急上昇しているのは現在どんどん失業者数が増えているからですが重要なことはリセッション前でこの青線の生産性がどうなっていたのかということです。グレーの領域が示すリセッション前もしくはその途中で確実にこの青線は急上昇を見せることが分かっています。この青線の上昇は需要の崩壊。 つまり赤線の下落と同時に起きるんですつまりこの青線の生産性が上昇するということは一見いいように見えますし記事でもそのように書かれていますが実態はこれが発生すると経済の中で大きな歪みが発生し始めていることを表しているんですそして現在青線の生産性は急激に上昇しているところでシステムに大きな負荷がかかっていることが分かります全てのデータは物語っているんです我々は今とんでもない経済崩壊の入り口にいることを米国だけで でではありりませんん全世界同時リセッションの入り口にいるんですただそれは運が良かった場合の話で運が悪ければそれは世界同時金融危機の2つ目のドアを開けてしまうかもしれないんですそれが始まれば金利をゼロにしようが量的緩和をしようが何の解決策にもならないんです本日の動画はここまで。 ここからボラティリティが高くなった時に何をすればいいのかについてお話しいたします大前提としてボラティリティがあろうがなかろうが積み立て投資がいつでも正しいという風潮は間違っていると思いますこれは私の独断と偏見に基づいた主観ですがバブルがパンパンに膨らんでいる時に積み立てするよりも暴落した時に大きく投入した方が効率がいいに決まっていますまた積み立て投資を10年間やり続けてやっと目標資産になるという時にリーマンショックを食らえばどうなるでしょうかそれ ままでの10年間は泡となって消えますじゃあ私はどうやって年収1000万円を超える本業の会社を辞めてファイアーして今は優雅にプーケットで暮らすことができたのかというと複数理由はありますが一番大事なのは副業で収入を増やしたことだと思っています副業で得た収入はノーリスクで手に入りますのでその収入を貯めてちょっと暴落した時にガツンと入れるだけです一括ではなく暴落した時に時間分散して入れていきます私も副業収入で得た種銭を コロナショックの時にフルベッドしました。もちろん大底で買えませんでしたが、落ちている時と上がっている時で分散して買ったことによって、この時初めて人生で送り人になることができました。ここで私が思ったのは、投資をやっていてよかった。ではなく、副業をやっていてよかったということです。なぜなら今回の暴落のタイミングで、副業で得た収入が溶けてなくなったとしても、もう収入を得る手段が身についているので、気兼ねなく暴落で投入することができました。そして何よりも強く思ったのは、送り人って っていうのはそんなに難しいことじゃなくって結局やるかやらないかだけの違いで送り人になれるかどうかが決まってくるということですこれをこのチャンネルを聞いている視聴者の方に体感していただきたいんですせっかくこのチャンネルに巡り合ってご視聴いただいている方にぜひ副業で種銭を手に入れて一緒に送り人を目指してほしいんです送り人になりたいと思うんであればまずは今すぐ一歩を踏み出すだけです今から家に帰ってやろうじゃなくて今からご飯を食べてから夜やろう じゃなくって今この瞬間から始めるんです全ての優先度に対して最上位に持ってくるんですもし副業のやり方がわからないというのであれば私が副業で億単位を稼いできた動画編集のやり方を教えていきます今特に本当に私のところでも私以外のところでも動画編集マンが足らないのでレバナス一本リーマンチームとして全力でフルサポートさせていただきます優秀な方であれば私の動画編集マンとして私が実際に報酬を支払って雇います やりようは無限大です一緒にやりたいという方、一緒に送り人になりたいという方は、動画の概要欄にある応募フォームを記入して送信していただければやる気があるかどうかを面談で見させていただきます。そしてもう一つ重要なことは、もらえるものはもらっておこうということです。今回は2つのプレゼント企画があります。まず一つ目、不動産クラウドファンディングの小槌で概要欄から投資家登録をするだけで2000円の amazon ギフト券がもらえます。投資家登録は5分で終わりますので、5分で2000円をもらっちゃってください。 もし不動産クラウドファンディングに興味があって投資すれば5万円以上の Amazon ギフト券ももらうことができます二つ目はオルタナバンクでここも新規口座開設するだけで現金1000円がもらえますここも概要欄にリンクを置いておきますのでそこから口座開設5分するだけで1000円がもらえますここは利回り10%のファンドなどに投資することができますので100万円投資すると1年後に約110万円となります今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいです また、まだチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録および通知ボタンの設定をいただければ、米国株投資で重要な記事を速報レベルで毎日無料でご視聴いただきます。補足ですが、ちょっと複雑で理解できなかったという方、もしくは文章で理解を深めたいという方は、日々の動画の内容をノートの文章に落としています。興味があるという方は、概要欄のリンクからどうぞ。エンディングでは、レバナス一本リーマンからの特別限定動画のプレゼントに関しての案内となります。動画のタイトルとしては、米国株 ガチすするな大物投資家が衝撃の警告という内容に関してです実際この動画は先週出そうとしていましたが動画公開前に動画が削除されてしまいました Google から衝撃的すぎて YouTube では公開できないと判断されたようです真実である一方誰も報道していない内容についてです米国株投資をしている人は必ず見ておかなければいけない内容を解説していますぜひとも真実を一人でも多くの人に知っていただきたいためこの動画を見逃さ さないいようにしてくださいこの動画をご視聴いただくには YouTube では公開できないため w e e b l l 証券の講座解説をしていただき少額で結構ですので1回の取引をしていただければこの特別限定動画をプレゼントさせていただきますなお今登録して初回入金するだけで全員に3000円がもらえます詳細は概要欄にあるリンクからご確認お願いします